弱いです。慈悲だ慈悲、ちゃんまちんにだ。マジで眠い。寒い。髪切れ。朝やのに。寝癖のままですけど。今日は寒い。うん、ダメ、あかん。めっちゃ眠い。すごい、みんなありがとうございます。わーい。何時に寝た？3時3時は過ぎてました。何時やったかな、分かんない。何時やったかな。夜型にはなりたくない。でも着物の着付けを自分でやってたんですけど、一応なんとかできました。綺麗とは言えないけどできました。逆に俺ら朝5時配信に向いてるパターン。いや、俺はちょっと無理かな。向いてるのかな。朝ごはんまだです。みんなは食べましたか？食べてない？慈悲、あくびが見たい。さっき、さっきから2回ぐらいしてます。まだ食べてない。声のトーンがリアルな寝起き。おいし、食べて。うん、うまい。僕はまだ寝てません。まだ布団の中。私も毛布の中。寒い。肌寒いですね。
こういう時の私服が一番困る。今日は26度ぐらいが最高気温っぽい。今日は涼しい。寒い。でもほんまに寒い。プレハーバス。亀も早起きです。ずっと起きてるんじゃないか。めっちゃ脱走しようとするんですよ。こう壁をよじ登って。すごい。あ、そう、ガサガサ音してんのが、そうです。セバスチャンの足音、あの砂が下に敷いてあるんですけど、砂利かき分けてます。で、壁に向かって突進してきてます。たまに夜景をつけたらテレビでこうやって見てるんですよ、いつも。かわいい。亀意外と活発ですね。走るのめっちゃ速いし。で、夜中になったらほんまに頑張って脱走しようとしてます。すごい。でも日に日に運動神経良くなってます。寝るとき音は気にならない。気にならないですね。逆になんか安心します。電気消したらさ、あれや、なんか怖いけど、セバスチャンの足音してたら、あ、誰かおるってなる。10分や。仕事頑張ってください。大変やな。学生とかほんまにすごいよね。昔すごかったよ、ほんとに。よう早起きしてたわ。だから全国の親すごいですね。子供の面倒も見て、で朝早くにお弁当を作って、でお仕事行って、すごいな。指こいてくるね。いってらっしゃい。
謝ですね。数十年後そうなってるかな。ドラマになった。ぜひ寝起きで母親の偉大さを学ぶ。おお。はあ。すごいパワー。2週と50巻とあります。ありがとうございます。セバスチャン今なんていうのライトを上につけてあるんですけど、水槽の上にそこに設置してある日向ぼっこ用の岩を自分でこう動かして、もう定位置、自分が乗りたい位置に移動させてます。朝からパワフル。うん、セッティングしてます。慈悲まだ寝てます。セバスチャンは寝ますか？寝ます。でもね、こうゆっくり近づいていただけで起きるんです。目こうやって開けて、すごいなと。すごい防衛能力が高い。セバスチャン好きな子いない。友達もいない。うん。大阪寒いです。寒い。ヒーが友達です。この iPhone の天気のやつすごいですよね。曇りやったら雲がリアルに動いてるし、雷やったらビビビって稲妻が落ちるようになってる。好きです。お前は沖縄30度ぐらいある。うわー。ハワイは24度。ハワイは24度です。そして今1時。
土曜日や。へえ。ハワイ行きたい。沖縄はね、シンガポールは日曜日の7時。シンガポールも暑い、30度ぐらい。キャー。ソウルは17度。え、寒い。ソウル17度ですって。うわ、ダルマありがとうございます。ダルマハートもかわいいもありがとうございます。韓国寒っ。もう秋ですね、韓国は。秋や。仙台21度、札幌19度、熊本20度、名古屋21度、石川県20度、中国の広州は26度、鳥取が16度。キャーン。ジェヒが海外行ったのってアジアツアー以来。アジアツアー、そうですね、最後行ったのが中国かな。中国だと思います、最後行ったの。広州と上海、そう行きました。タピオカの差し入れが2種類ぐらい来て、でもずっとテンション高かったです。楽しかった。コトちゃん朝から歌ってた。すごいな。ハワイはそう、修学旅行の時に登録しました。そう、修学旅行とか、あの行った場所を登録してます。ああ、そう、修学旅行ハワイでした。楽しかったな。懐かしい。暗くなっちゃった。そう、しゅうちゃん、私、りなっちょ、はるなさんも、あとさらと、もう一人友達とのグループで行動してました。懐かしい。もう初海外やったから楽しいしかなかったです。ただ夜にこう帰っていくとき、ホテルに、やっぱちょっと海外の方って大人っぽいから、あ、やば、早帰らなってなりましたね。
飛行機ね、本当にいい席でした。あのいい席ってそのランクがとかじゃなくて、普通に、なんていうの、普通の席のこう、普通は3席ぐらい並んでるんですけど、一番後ろでこの壁、このここほんまに後ろ壁の席で2つしか席がなくて、そこの席でシャラッキーって思って、めっちゃいい席も倒せたし、めちゃめちゃあれはほんまに最強でしたね。運が最強でした。めっちゃ良かった。そう、後ろ気にしなくていいから、なんかある意味何でもできるっていう。飛行機で寝れますね。どこでも寝れるんじゃない。私は眠ければ。でもね、寝れない時ありますよね。あと首がめっちゃ痛くなる。なんか私これを一応持っていくんですけど、ちょっとなんかこうなるから、ちょっと途中で外しちゃうんですよね。もうネックピロー、モニターテレビありました。そう、首が これを持っていくんですけど、こうだからだから私はこうつけるんじゃなくて、こうつけます。後ろに向けるで、ちょっと前にこうスライドさせて顎が乗るようにして寝てます。そう、最新映画見れた。なんとかの鈴木亮平さんの、やつ映画と、あとなんか見たけど忘れたな。その鈴木亮平さんの映画がめっちゃ泣きました。なんか、あ、こんな良かったんやって。俺物語です、ね、俺物語で泣きました。週刊量ありがとうございます。次は10時かな。次は10時からなので、ぜひ今よりは起きてるんじゃないかな。
寝そうやんで。13位ナオキックさん、12位ロンティさん、11位ヒンちゃんさん、10位マインさん、9位サーさん、あれ変わった、13位カイさん、12位テキンさん、11位富士さん、10位カニオさん、9位ジロさん、8位ナイシューさん、7位なにわの女おきょうさん、6位シュリンプさん、5位マインさん、4位シモリンさん、3位りょうちゃんさん、2位ひんちゃんさん、1位元気さん、ありがとうございます。寝坊してもって2週しかできなかった。こら、また10時に、はい、会いましょう。元気や。早起きお疲れ様でした。皆さんもお疲れ様です。寒すぎマジで。3週と50回の時で、おおすごー、ありがとうございます。3週5週カウント完了、ありがとうございます。今から野球行くので頑張れ、頑張れ、頑張れ。お腹すいたかな。そう、私より活発です。すごいよね、教えてほしいわ。朝から首が止まらん。あと2分。朝ごはん何食べたいかな。なるほど。今なんやろうな、分からんな。 T シャツポムポムです。ポムポム、何が、なんか食べよう。でもなんか食べたい。おめでとうございます。よかったです。ありがとうございます。よかった。もう朝配信やだ。嫌ではないですね。なんか早起きできたっていう感じがあるんで。でも眠い、眠いです。じゃあ後で10時に会いましょう。またね。